説明してください、加納さん。いきなり調査中止なんて、納得がいきませんよ。加納さん、やっとたくさんの人の協力と犠牲で何かがつかめそうなんです。雛見沢村で信仰されてきたお社様の脅威とその実態が何に裏付けられてきたのか、それが何か分かるまでもう少しだけやらせてください。お願いします。加納さん、これは室長命令だよ。それに逆らうことの意味は分かってるのかい？ええ、分かっているつもりです。でもここで調査を終えたら何にもならない、何も残らない。もし可能であれば片岡室長に私から直訴する機会をください。それほどの山なんです、加納さん。君の気持ちは理解しているつもりだ。私も片岡室長に再考を何度もお願いしてきた。だけど今日連絡が来たんだよ。警察庁の警備局から私と君を名指しでね。警察庁？なぜ？今君のいる柿内市を中心に奇妙な事件が続発しているよね。その事件のいくつかは広域事件として警察庁の人間が特派されることになったんだけど、その際に雛見沢出身者に対する聞き込みを行っている刑事がいるという情報が彼らに伝わったらしい。しかしそれでなぜ警備局がこちらにストップをかけてくるんですか？少なくとも今回の調査活動は雛見沢大災害の背後にあった住民たちに関与する者の存在を探るといったものです。警備局の関与するところではないはずじゃないですか。検察庁の話では広域事件として社会的影響を考慮して情報規制が行われるらしい。で、その捜査の邪魔になるから活動を控えるようにというのが表向きの理由だけどね。表向き？じゃあ本当の理由は何なんですか？君の周りに誰かいるかい？いえ、私だけです。うん、圧力をかけてきたのは内閣調査室だ。今のところ担当名までは分かっていないが間違いない。加納さん、
その理由は、わかりますか？すまない。それ以上の深入りは、私にとっても危険が大きすぎるんだ。ただ、その関係者が暗躍して、警察庁と我々に圧力をかけてきた。それだけは間違いがない。そう。ですか。君の気持ちは、痛いほどわかる。私も君には割に合わない仕事をお願いしてしまったものだと後悔している。それでも、分かってもらいたい。内調が乗り出してきたとなれば、もはや国家レベルの政治的判断がこの件には関わっていることになる。その影響力は、君も前の事件でよく分かっているだろう。ええ。ですが、ちょっと待ってください。カノンさん、今何とおっしゃいました？え？この件も、前の事件と同じように、政治的判断が働いて。違います。その前です。今、内調とお聞きしましたが。まあ、内閣調査室の略称だよ。英語名では、キャビネットインテリジェンス&リサーチオフィス。略して、シロとも呼ぶがね。君も知っているだろう？あ、見ない警部は、救急隊員に漏らしていた言葉です。シロと内調。ん？どうした？赤坂くん。もしもし？もしもし？なんだ！風邪をひいたかな。情けないな。元気出してください。出せるわけないさ、そんな簡単に。
残念ですが、お上の命令じゃ仕方ありませんよ。私は引き続き調査を続けますので、何かあったらすぐにお知らせします。大石さんも気をつけてください。あなたまで狂人に会われたなんて知らせは絶対に聞きたくありませんから。お気遣いありがとうございます。ねえ、私は死にませんよ。簡単には死ねない。ここにあるのは私一人の命じゃありませんからね。赤坂警視、私たちもできる限りの協力は続けていきますので、どうか後のことはお任せを。犯人は必ず私たちが逮捕して、その首をあなたのところへ持っていきます。山沖署長、まどか君のことも任せてください。大石さん、荒れてますね。赤坂さん、こういう時は紅茶よりもビールの方が合いますよ。ふっ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 ふ。選別といってはご不快に思われるかもしれませんがね、君吉夏美が以前沖宮で通っていた高校と中学の内申書を昨日手に入れることができました。ちょっと赤坂さんにも見ていただこうと思いましてね。よく入手できましたね。まあ高校の方は令状を見せたらあっさり手に入りましたが、中学の方はいや難儀しました。運がいいことに彼女の担任が私の顔なじみでしたから、なんとか協力してもらいましたがね。で、高校の資料によりますとね、まあ女子生徒に対する一般的な当たり障りのない評価ですな。おとなしく真面目で人の話をよく聞く、こういう関係もそこそこで、成績も中の上から上の下あたり、どこにでもいる普通の女の子ですよ。確かにそうですね。
ところがね、中学2年の時はちょっとどころかかなり違うんですよ。これ見てください。え、これ君吉夏美ですか？ねえ、彼女の中学1年から2年の間のあだ名なんですがね、座敷わらしって言われていたそうなんですよ。座敷わらし、陰気なイメージでそう呼ばれていたんでしょうな。まず協調性がなく、いつも一人でいることが多い。人に話しかけられても反応が鈍く、何か気に入らないことがあると全く話をしなくなる。学校も休みがちで、何度か担任が家庭訪問を行っている。で、なんでクラスの子たちと遊ばないのかって1年の担任が質問したことがあるらしいんですがね、その返答がこうです。お母さんが怒るからと。母親が怒る？もっともその件で母親の君吉春子に相談したら、以後は何を聞かれても母親に問題があるとは一切言わなくなったらしいですけどね。ただそこは全く変わりませんでした。おそらく母親が親の悪口を言うなとでもきつく注意したんでしょう。その証拠に今度は先生とも話さずにますます引きこもるようになったみたいで。なんてことも。その子はきっとますます誰も信用しなくなる。しかしそれならなんで君吉夏美は急に性格が一変したんです。何かきっかけがあったんですか？それがですね、中学の担任もよくわからないと言っていました。で、その性格が急に明るくなった時期はいつぐらいかと聞きましたら、3年前に入院した後からがそうだったと。入院？彼女は何の病気で入院したんですか？貧血症の治療と言ってましたね。どうやら君吉夏美は普段から理由もなく突然気を失うことが多かったらしく、それで2ヶ月近くも入院していたとのことです。幸い時期が夏休みとかぶっていましたから、学業にはさほど影響がなかったそうですがね。しかし入院して体調が良くなって、いきなり精神状態まで改善されるものなんでしょうか？体調不良が普段からの素行の悪さの原因としても、なんだか変ですね。まあ担任としては娘の入院を機に母親が反省して厳しすぎる教育方針を改めたのかとも思って深くは追求しなかったらしいんですがね。で、地元の高校に無事入学。
その担任の話では一時期彼女を都会の進学校に通わせる話もあったそうなんですが、入院でそれも立ち消えになったようですね。都会の進学校に通わせるってのは母親の意向だったんですか？うん、かなり上昇志向の強い教育ママさんだったようで、君吉夏美の体調を第一に考えていた祖母の君吉秋とはよく意見がぶつかっていたと町内でも噂になっていたそうです。実際柿内市への転居は祖母がお社様のたたりを恐れてという理由のほかに、君吉夏美の体調を理由に大反対したと高校の時の担任は言っていました。実際私もそれと無縁ではなかったが、どうしました赤坂さん。大井さん、これはあくまで家庭の話なんですが、君吉夏美が普段から服用していたのが抗興奮系抗精神伝達系の薬だって話でしたよね。だとしたら、その薬を服用するようになってから、いや、服用するようになったからこそ、彼女は性格が一変したということではないでしょうか。はぁ？それはどういう。つまりです。彼女の症状は、貧血症ではなく、失神だったのではという話です。おそらく君吉夏美は同年代の子と比べて我慢強い性格だったのでしょう。だから本来なら異常行動に出るような
激しい衝動に駆られた時は、うちに引きこもるか、それでも苦しい場合は、意識を寸断することで行動に出ることを回避し続けていた。それが中学時代の他者との隔絶につながった。しかしそれが、その智恵ちゃんが分析を頼んでいた例の薬とどういう関係があるんですか？君吉夏美はその抗興奮系の薬を服用することで、普段から鬱積していた黒い感情、つまり母親をはじめとした周囲への憎悪を解消することができた。抜本的な問題解決にはとてもなっていませんが、少なくとも彼女の精神状態は証拠に落ち着いたのだから、高揚は確かにあったのでしょう。その結果、彼女はマイナス感情を弱めることで行動と思考が安定するようになり、常に爆発的な感情を抑え込もうとしていた緊張から解放されて、本来の明るさを取り戻した。いやー、失礼な話だが赤坂さん、なんだか推理小説並みに突飛な発想だ。でも一つの仮定としてはどうですか？確かに筋は通っています。あとは当時君吉夏美が入院していた病院の関係者に聞き込みを行えば、何か突破口が見つかるかもしれませんね。彼女が入院していた理由は貧血症なのか、それとも精神的な疾患の治療だったのか、それが判明するだけでも状況は大きく変わってくると思います。彼女が入院していた病院は分かっていますか？え、それはまだ。しかしそうとなれば調べる価値は十分にあるでしょうな。いやいや、さすが赤坂さん、助かりましたよ。このまま私とコンビを組んで私立探偵事務所でも立ち上げませんか？ですね。考えておきます。え？冗談ですよ。警視庁の優秀な人材を食うのも困りそうな貧乏探偵にしちまったら、私は中央の人事のお偉方にぶん殴られちゃいますって。大石さん、それじゃあ私は早速その線を当たってみます。何か分かったらお知らせしますので。では。繰り返す。県警本部より柿内署の刑事課へ通達。傷害事件発生。被害者は市内の高校に通う女子生徒。事件現場は佐伯総合病院。
署員は責任者の指示のもと直ちに緊急配備を。繰り返す。まさか。あ、赤坂刑事、ここにおられましたか。どうしました藤田刑事。話は車の中でします。すぐ一緒に来てください。で、犯人はどこに。逃走した模様です。白昼ということで人もそれなりにいたはずなのですが、それらしき人物を目撃した人はまだいないということです。被害者は佐伯千里、佐伯総合病院の院長の娘ですか。凶器は現場から発見できませんでした。盗まれた所持品もなく物取りではなさそうですね。遺留物や犯人の足跡などについては現在機捜と鑑識が現場検証を行っている最中です。被害者も比較的軽傷で、頭を5針縫った後は意識もしっかりしているとのことです。被害者は犯人の顔を見ていないのですか。ええ、どうやら突然背後から襲われて見る暇がなかったと。他にも心当たりとかがないか事情聴取を行いましたが、体調の不良を理由に中途で打ち切っております。なるほど。被害者の佐伯千里は例の君吉夏美と親しかったようです。しかも犯行現場となった佐伯介護福祉センターでは、君吉夏美が少し前までアルバイトをしていました。ああ、お疲れ様です、赤坂刑事。お疲れ様です。状況は。さっきまで眠っていたようですが、少し前に学友が入ってきて中で話し込んでいます。話は聞けそうですか。医師と父親の了解は得ておりますが、まだ精神的に安定しているとは言えない状況です。簡単に、あまり刺激をしないようお願いします。わかりました。刑事の赤坂です。少々お時間よろしいでしょうか。
礼します。お体の具合の悪い中、誠に申し訳ありません。少しお聞きしたいことがあるのですが、ご協力いただけますでしょうか。協力はしますが。この通りの体ですから、あんまり長時間は勘弁してください。それに大抵のことはすでに別の刑事さんにお答えしています。ええ、理解しています。そちらに行ってもよろしいでしょうか。はい。時間もないので率直に伺います。あなたの親しくされているご友人についてです。夏美の何を知りたいのですか。失礼ですが、あなたは？私、牧村珠子と言います。ここの千里さんと同じく、夏美の、君吉夏美の、クラスメートです。そうですか。あなたも。夏美を疑っているんですか？もしそうなら、見当違いです。あの子はこんなひどいこと、できる子じゃないですから。タマコ、あんた。いいえ、言わせて千里。私聞いたの、アキラちゃんから。夏美がおかしくなったのは変な連中にファミレスに呼び出されてからだって。その時夏美すごく怯えて泣いてたって。それひょっとしてあなたたちの仲間ですか。あなたたちが来てからあの子は変わってしまった。今まで明るくて優しくてとっても可愛いいい子だったのに、あなたたちのせいで一体あの子が何をしたって言うんですか。タマコ、それなのに私何も知らなくてあの子のこと疑ってひどいことを。千里に気が利かないって言ってたくせに、私が一番あの子のことを分かってあげてなくて。そんな。謝りたい。何もできなくてごめんって。勝手に勘違いして嫌ったりしてごめんなさいって。私、夏美に謝りたい。そうでなきゃ。私。おっしゃるように、君吉夏美さんに聞き込みを行ったのは私たちです。その方法に行き過ぎがあったことも認めます。言葉だけではどうしようもありませんが、謝罪だけはさせてください。謝られたって、今さら謝られたって。やめなよ、タマコ。刑事さんたちだって事情があってのことなんだ。この人を責めるのは筋違いだし、
むしろ。あなたは君吉夏美さんの事情をどの程度ご存知ですか？言いたくない気持ちはよくわかります。私だってこの件でたくさんの人に関わって多くの惨劇を目の当たりにしてきました。そのせいで自分が多くの人に不幸をもたらしているのではないかと疑って恐れ、中途で調査をやめるべきではないかと何度も考えました。ですが聞いてください、佐伯さん。あなたのご友人夏美さんはまだ生きています。死者はどうあっても帰ってこないが、生きている人ならまだ救うことができるはずなんです。違いますか？私が望むのは彼女の逮捕じゃない、彼女を救うことなんです。それだけは信じてください。できれば救ってあげたいんです。あの子のことなんか他人のようには思えなくて。夏美さんは今苦しんでいます。それでも懸命に悪夢に抵抗して虚構を抑えようとしている。あなたを一度殴打して逃走したのがその証拠だ。違いますか？本当に悪夢に支配されていたらあなたを殺害するまで襲い続けたはずだ。なのにそこまでしなかった。だから私はまだ彼女を救える道は残っていると信じています。刑事さん、佐伯さん、彼女は確かに今回の事件で逮捕されるでしょう。それに元の生活に戻るためには血の滲むような努力をしなければいけない。しかしこれ以上の凶行を犯せば今度こそ本当に取り返しがつかなくなる。それを食い止められるのはあなただ。あなたしかいないんです。もう一度だけお伺いします。あなたを襲った犯人、あなたはその顔を見ましたか？
私を後ろから殴ってきたのは。私の後ろから殴りかかってきたんです。垣内署の全車両に通達、緊急配備。全捜査員は佐伯総合病院で起きた傷害事件の容疑者君吉夏実の身柄の捜索と確保に回れ。繰り返す。捜査員を派遣。君吉夏実を発見の場合は任意同行による実施を強く推奨せよ。抵抗の場合においても容疑者が未成年であることを配慮して逮捕は極力控えようとの通達。全捜査員は留意せよ。こちら藤田社、命令了解。直ちに現場へと向かう。赤坂刑事。はい。こんな時に変なことを言いますがね、赤坂さんは偉くなってくださいよ。ミナイさんの口癖だったんです。中途半端な権限だから正しいことをしたくてもできない、だから私も偉くならないとね。そのために頑張って優秀ってことを認められて出世するんだって。藤田さん、俺赤坂さんに期待していますから。だってミナイさん、赤坂さんのことずっと褒めていましたよ。頑張って腕磨いてあなたみたいな優秀な人の部下として働けるようになりたいって。あの人の気持ち忘れないであげてくださいね。ええ、もちろんです。忘れやしませんよ、決して。偉くなりますよ、絶対。ええ、死ぬ気で絶対にやってやります。こちら藤田社、私たち赤坂です。何がありました？先ほど岐阜県警鑑識の松岡さんから連絡が。今日の正午、岐阜県山中の県道で女性の頭部が発見されたそうです。
落ち着いてください。そこに何があったんですか？現場の遺留品にコーというの文字が書かれた人型を発見したそうです。年齢はまだ公表していませんが、70前後の老女との話でした。赤坂さん、それって。今テレビでも臨時ニュースが流れています。大石さんにも連絡したんですが繋がらなくて、連絡が取れ次第至急そちらへ向かってもらいます。わかりました。とにかく私たちは現場に急ぎましょう。了解です。